こんにちは、ペレンツくん。はい、今日はですね、久々にポンポコさんにドッキリを仕掛けていこうと思いまーす。ねー、ついに来たんですよ。ボドゲの動画を撮るとポンポコさんがそうおっしゃっているので、これはチャンスだと思い、ずっと温めてたんですね。撮影中にシックスパックを鍛えていてもバレない説。ドッくんドッくん、シックスパッドみたいなやつ。まあね、運動不足なんでね、こういうのをやっていこうかなと思うんですけども、初めてやります。皆さんには見えないですけど、うわー、ヒヤリヒー、エイリアンのようにこうピタってくっつきます。じゃあ電源オン。あやはははあやはははあやはははは、きた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 、すごい、あーすごい、あきた、これすごい、これすごいですね。はい、というわけでですね、これ15段階ぐらいレベルがあるので、皆さんに分かりやすいようにね、こう腕を上げたらレベルが上がったと思ってください。撮影中に気づかれたら即終了ということでやっていこうと思います。さあ行くぞ。こんにちは、ニボヤー。こんにちは、チェーン、ピレンスくん。ジョスジョス、なんと本日今年の漢字が決まりました。あー、毎年やってるやつね。そうです、清水寺で発表されるやつですね。知ってますか、今年の漢字。ジェー、なんだろう、知らない、速報できてましたけど、LINE ニュースで、はい、今年でしょ。うー、叫ぶ、うっせーわ、うアド、オド、オド、オドだ。アドに日本締められすぎだ。金だったんですよ。あ、金ね。まあ、金メダルの金でしょう。オリンピックだったからか。発表される日にやりたいなと思ってね。ボドゲ。ボドゲがあるんですよ。こちらです。変な漢字、言葉を無理やり漢字七字で表す創作漢字ゲーム。はい、いや、まさかの得意なんだよ。何が。いや、なんかね、漢字なんて苦手だろう、あなた。いや、せっかちじゃん、めっちゃ、はい、人に手紙とか文章を書くときも、はい、ノートとかね、高校の時も脳内でくっつけちゃうんだよね、文字を。くっつける、もう早く書きすぎて。あ、すごいね。そんなポンポコにぴったりのゲームじゃないかなと思って。どうしたの。いやいや、なんでもない。あ、なんか体操しだしたかと思った。ルールは一通りね、見た感じ簡単だったんで、やりながらやっていきましょう、はい、やりながらやっていきましょう。まず最初にお題カードを引きます。はい、引きました。今5ですね、5出てますよね。あ、5が、はい、はい、山札の裏が。今自分の手元に取った5番の漢字を、はい、このホワイトボードに書きます。あー、なるほど。制限時間1分なんで。はい、何何？何？いや、むず。じゃあ、できました。おい、はい、できました。はい、発表会です。はい、じゃあポンポコ何何何何、食べ過ぎた、さっきちょっと食べ過ぎたから。はあ、でも、はい、毛布にしか見えないよね。あ、まあ毛布ではないね。これ回答権一人からで。グローブ。あー、違いまーす。わ、違うか。ハンカチです。ハンカチ。あー、ちょっと欲しいな。もうちょいなんかハンカチのおしゃれさ欲しいな。あー、除雪機。違う。あー、何正解。ジェットコースター。あー、なるほどね。ジェットコースターだよ。投票があります。まあ正解が出なかったのも含め、いい感じの感じだった方に2点もらえますね。おー、うん、まあこれピーナッツくんだわ。なんかうまいな、お前。いや、なんかほらね、うん、ハンカチはちょっとな。じゃあピーナッツくん、その2に丸して。よっしゃー、まあ、これで1セットですね。なるほど、はい、はいはい。じゃあピーナッツくんが続いては、おもろいねこれ。5番。あ、また 5? あー、なるほどね。何だよ、びっくりする。何、ごめんなさい、びっくりしちゃって。このお題、どういうリアクションだよ。よーい、スタート。あー、このお題な、さっきからむずいんやが。何何何、どういう。あ、なるほど。あ、分かった。これはでもいける気がする。もう二人はせーのに出そうか。はい、せーの。底辺に車に止める。わあ、なんだよ、さっきから分かんねえ。びっくりするからやめろ、そのマジで分かんねえ。はい、はい、ジャングルジム。え、そう、正解。おい、やばいやばい、正解正解、すげえ。これあった方も言ってもらえるんで。ピーナッツくんが3でポンポン言ってたね。ブレーキ。そう、まあ、お前ブレーキ以外わかんないだろこれ。ヒッチハイク。いや、わー、これむずいむずい。むずいか。つえ。あー、これは伝えたいな。難しいな。1分で、よーい、スタート。なんだろう。やばいやばい、出てこん出てこん、やばいやばいやばい。早くしなよ。難しい。はい、うまいね、ピーナッツくん。なるほどね。何さっきから。それむず。そのリアクション何、なんかしてる。いやいやいや、ちょっとむず。
何どういう顔、ね、どういうノリ、ちょっと分からん分からん、それの上に箱にした、それに対する返しと合わせるノリが分からん、ねえすさちょいちょいラジオ体操の何それ、うえぇしてるだろうえなんだよ、うえ上に箱にし、何かを上に箱にしたか、何始まる前に何か食べた、限界まで食べて撮影してみた、上に箱にした上箱したか、まあいいわ、なんか苦しそうだけどほっとくわ、どうでもいいから、なんかしてんだろうな、プレゼントとか上箱した、いや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 、もう絶対なんかしてるだろ、痛い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 、違う、このまま進めろ、ちょっとちょっとちょっと、何してんの、どうでもいい、今ポンプがこの感じを楽しんでる、なんでだよ、当てたいなぁ、ねえ、俺はもう異変に気づいた、異変に、異変に、いや気づいてるな、気づいてるな、異変に早く答えて、とりゃーなんなんやって、そのラジオ体操、うえぇ、何言ってんのなんかつけてんのか、ちょ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 、早く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 、ナトリセの時のやつつけてんの、違う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 、で、これな、すげーな、ギアロイケバナ、残念、あー、クソ、何、シャンデリアです、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、うん、シャンデリア、シャンデリア、あ、エレベーターな、なるほどな、てってれー、痛い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 、何してんの、いって、おー、いやー、シックスパッド、てってれー、はぁ、はい、気づかんわ、撮影中に腹筋鍛えるパッドをつけてても気づかれない説、何レベル上げていってたの、大成功ですねこれは、15まであんだけど15までいってたから最後は、マジ、あ、じゃあ全然気づかなかったな、僕が両手上げたらレベル上がるっていう合図だったんだけど、ね、あ、そうなんだ、なるほどね、そうそうそう、はいはいはい、初めから不審には思ってたけど何してるかっていうのは分かんなかったでしょあ、じゃあ今年の感じさ、何自分の、あ、今年の感じ、あ、おまけで発表しようや、はい、え、今つけてる、今つけてるよ、気づかないわ、じゃあすごいね、すごいねこれ、すごいわ、おもろいねそれ、気づかれずに、いやもう気づかれずに本当に仕事できると思うよ誰かに怒られる時さ、5分ぐらい怒られてくれた仕事とかで、あ、はいはいはい、その時つけていってさ、もう集中力こっちにしてさ、俺今筋トレしてるからもういいやみたいな、いや、やばすぎるだようるさ、今じゃん、はい、僕は腹ですね今日の一時だ、肌の、肌だったすごい今年1年お腹がこう重要な年でしたポンポコは動画編集たぬき、動画編集たぬき第1年だったなと思って、変な変な感じというわけで今日見てくれてありがとうね、また明日、じゃあね、バイバーイ、バイバイ。